のさわかです。みゆさわです。イエーイ。突然ですが、チャオでケモッチ日和を描いている漫画家先生は誰でしょうか？それはもちろん篠塚ひろむ先生です。ケモッチ日和面白いよね。だよね。じゃあ篠塚ひろむ先生の大ヒット作品見るもでポンは読んだことありますか？うん、チャオチャンネルでアニメを見てるし、チャオコミで漫画も読んだことあるよ。実は今回見るもでポンが舞台化されるということで、見るも検定をやってみたいと思います。私がこれから問題を10問出題するので、さわかちゃんチャレンジしてみてください。ちょっと不安だけど、チャーガールとして頑張ります。それでは見るも検定スタート。それではまず第1問、デレン。恋の妖精ミルモはどこから出てくるでしょうか？ A マグカップ、 B 筆箱、 C テレビ、 D 机の引き出し。これはもちろん A です。本当に A でいいの？はい。本当に？はい。言ったね。はい。正解はズル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  A です。さわかちゃん大正解。落ちました。いや、最初に出てきた時めちゃくちゃ可愛かったよね。そう、私のところにも来てほしいって思ったもん。わかる。それでは第2問、デレン。ミルモが出てきたマグカップは何色でしょうか？ A ピンク、 B 青、 C 赤、 D 紫。でも見るもの服の色は青だよね。そうだね。服はね。あ、服は青だよね。服は青だよね。B の青で。じゃあ青ね。はい。ズル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 。正解は B の青です。やったー。赤ちゃん大正解。もう見るものさ、服もめちゃくちゃ可愛いし青で。なんかもう見るもって言えば青っていう感じするよね。するする。それでは第3問、デレン。見るもが人間の世界で一番最初に食べたものは？ A チョコレート、 B 餅、 C カレー粉、 D 納豆。おお。わかるかな？見るもはさ、何かと引き換えにさ、うんうんうん、チョコレートをさ頼むよね。頼むよね。じゃあ A のチョコレートで。正解はズル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 。違います。ミルモはチョコレートと間違えてカレー粉を食べちゃうんだよね、うん、なんか火吹いてるミルモとかめちゃくちゃ可愛かったよね。可愛かった。それでは第4問、セレン。ミルモの子分ケパパの得意なこととは？A ダンス、 B あやとり、 C 瞑想、 D 相性占い。私はなんか、ミルモとかはさ、なんか魔法使う時に踊るじゃん。だからみんなダンスは絶対にできると思うから。でも得意だから。じゃあダンスはとりあえずないと。とりあえずないです。とりあえずないと。でも古文だもんね。うんうん。じゃあ D の相性占いで。おお、じゃあその理由は？ミルモと楓ちゃんのなんか相性占ってそうだからです。おお、そういうことね。じゃあ正解はズル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 、じゃん、 D の相性占いです。当たり。やったー。いや、相性占いとかさ、ちょっと気になっちゃうよね。やってみたいよね。私もケパパにやってもらいたいです。それでは続いて第5問、デレン。ミルモたち妖精は久しぶりに再会するとき何をしますか？ A 鬼ごっこ、 B ハイタッチ、 C おしくらまんじゅう、 D 喧嘩。でも、うん、ミルモとさ、うんうんうん、あのヤシチ、うんうんうん、はあったら絶対喧嘩するよね。あー、まあね。でもなんかミルモとリルムちゃんが会った時は喧嘩してなかったから、うんうん、喧嘩はないと思う。ないのね。なんか妖精ってさ、うんうん、ちっちゃくてさ、うんうん、なんかめっちゃもちもちしてそうだからさ、うん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 、C のおしくらまんじゅうで。お、じゃあおしくらまんじゅうでいいですか？はい。正解はドゥル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 ちゃん、 C の
おしくらまんじゅうです。かわかちゃん正解です。でもこれさ、ミルモたちが本当にやってるところ見たら可愛くて笑っちゃうよね。さわかちゃん今5問やってみたけどどうだった？ちょっと1問間違えちゃったんですけど、まあ5問目、6問目からは頑張りたいと思います。はい、じゃあ次からもっとレベルアップするから頑張ってください。はい、それでは続いて第6問、じゃらん。カエルちゃんが経験したことがないこととは、 A 死んだことがある、 B 恋心が壊れたことがある、 C 振られたことがある、 D 結婚したことがある。経験したことがないことだもんね。ないこと。でも一回恋心が壊れたんだよね。なんかヤシチのせいで壊れちゃったよね。じゃあとりあえず B はないと。 B はないです。結婚は絶対しない、だってまだ学生だよ。じゃあ A の死んだことがあるってお願いします。じゃあ経験したことがないことで死んだことがある、はい、死んだことはないと。はい、正解はズル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 、 B の結婚したことがあるでした。さわかちゃん残念。で今さ、結婚したことはないでしょって言わなかった？言ったよ。言って、で、A 言ってんね。うん。あれ？結婚は絶対しない。だってまだ学生だよ。うんうんうん。あ、間違えた。そう、結婚したことがないことだから。あれって思ってた。次からまたレベルアップします。なんと第7問からは選択肢がなくなります。できるかな。大丈夫、さわかちゃんだからできるよ。じゃあ次第7問、てれん。リルモの婚約者リルムが魔法をかけるときに使う楽器は？ミルモはマラカスだもんね。じゃあリルムはタンバリンです。正解はちゃん大正解。やった。そう、あのタンバリンのハートのデザインがめちゃくちゃ可愛いよね。可愛い。続いて第8問、てれん。ミルモのライバルヤシチの趣味とは？趣味？趣味。そう、趣味。ヤシチは日高さんの妖精だよね。日高さんといえばミニスカートだよね。うん、そうだね。ヤシチの趣味はスカートめくりです。正解はズルズルズル、スカートめくりとパンティ集めです。これはちょっとあんま良くない趣味だよ ね、 ね、どっちも。でもヤシチには意外と優しい一面もあるんだよね。それでは第9問、てれん。妖精は一家に一匹という掟を破るとどうなってしまうのでしょうか？ミルムちゃんはさ、あのミルモと同じお家に行きたかったけど、掟があるから行けなかったんだよね。掟を破ると？破るとめっちゃ怖いことですか？怖くはないけど、でも辛いかな。辛い？人間もできること？人間もできること。辛い？もう全世代にとって苦。多分さわかちゃんも耐えられないかもしれない。妖精は、妖精はお菓子が好きなんだ。だから、だから、だからお菓子が食べられない。ファイナルアンサー？はい。正解は、ズズズズズズ。お菓子が食べられなくなるでした。さわかちゃんすごい、正解です。いやもうこれ本当にさ、食べられなくなっちゃったら辛いよね。辛い。続いてはラスト第10問です。てれん。ミルモたち妖精はどうやって空を飛ぶでしょうか？空を飛ぶ、空を飛べるもんね。でも妖精だけど羽はついてないよね。そう、羽がついてないんだよね。どうやって飛ぶんだろうね。うちわ。正解はうちわです。さわかちゃん正解。
いや、うちわで飛べたらすごく楽しそうだよね。もうみーもちっちゃい頃やってたもん。そうなの？そう、あのね、パタパタってやった方がいいのか、パサパサってやった方がいいのか研究してた。かわいい。全部で8問正解です。イエーイ。ミルモクイズすごく楽しかった。初めて知ることもあったし、全部読んでみたくなっちゃった。ミルモたちも超可愛くて最高だったね。ミルモでポンはチャオチャンネルでアニメも公開中です。この動画を見て気になってくれた子はぜひアニメも合わせてチェックしてください。最後まで見てくれてありがとうございました。それではせーの、バイチャオ。